アメリカ軍の作戦計画アドミラルティ諸島の戦いとは第二次世界大戦中の1944年2月末から5月を中心にアドミラルティ諸島で行われた連合国軍と日本軍の戦いであるニューギニア戦線における飛び石作戦の一環としてアメリカ軍、オーストラリア軍が進攻し日本軍守備隊は全滅したアドミラルティ諸島は 太平洋戦争開戦時には、オーストラリアの委任統治領だったが、日本軍に占領された。1943年11月、ダグラス・マッカーサー大将の指揮する連合国軍は、アドミラルティ諸島及び東部ニューギニア北岸、ハンサワンの攻略を検討し始めた。その当初の目的は、ビスマルク諸島一帯を勢力圏に収め、日本軍の一大拠点であるラバウルを孤立化させる、 ことにあった。その後、艦隊白地として整備し、以後の作戦拠点にすることも目的に加わった。攻略担当は、アメリカ陸軍第六軍で、第一機兵士団を機関とする戦闘員25,974名が用意され、基地建設を行う陸軍の建設工兵や、海軍の CB など、広報要員約1万6千人が、戦列に加わった。航空支援を担当する。 オーストラリア空軍部隊2500人も参加した。これらを合計すると45,110人の大部隊だった。一方、日本軍はアドミラルティ諸島に第51師団の市長兵第51連隊主力、海軍第88警備隊、第101設営隊など弱体な守備隊を配置していた。マヌス島のロレンガウト、 ロスネグロス島のハインワ湾付近ももてにそれぞれ飛行場を作ってラバウルとトラック島やニューギニアを結ぶ中継基地などとして利用していた。日本側は1943年末になると連合国軍のアドミラルティ諸島への進行を警戒し始めパラオで再建中の不評第66連隊を守備隊として送ることにした。ところが不評第66連隊は補充要員や 再編成された部隊が、会場輸送中に、次々に撃沈され、届かなかった。大本営はすでにアドミラルティ諸島などの南東方面に見切りをつけつつあったため、これ以上の増援部隊を送ることには慎重だった。他方で現地の第8方面軍司令部は、アドミラルティ諸島よりも、ラバウルの攻略戦が先に起きると予想しており、アドミラルティ諸島の防備に兵力を割きたくなかった。 それでも、索敵が、すでに、日本側に、制空権がないことから、これらの増援部隊は、駆逐艦でのネズミ輸送や、潜水艦による輸送をしなければならない状況だった。輸送援護のために飛行台63戦隊の一式、戦闘機12機が、範囲飛行場に降りたが、直後に空襲で壊滅してしまった。ラバウル方面からの駆逐艦の全面撤収決定に、伴い、 1944年2月10日に予定されたネズミ輸送最終便は中止となった。2月17日に潜水艦威、e、力が大隊砲2門を運んだのが最後の補給となった。最終的に日本軍の守備兵力は約3800人となった。重火器は数門の不評砲と海軍第36防空隊の対空砲程度しかなかった。弾薬や 食料などの物資も不足していた。これら日本軍部隊の指揮は、市長兵第51連隊長の江崎義夫大佐が、取った。陸軍主力は、ロスネグロス島、海軍主力は、マヌス島に展開した。なお、当時のアドミラルティ諸島の県住民の人口は約1万3000人だった。1944年1月から、連合国軍は、東部ニューギニアから出撃する。 航空部隊でアドミラルティ諸島及びカビ園の事前空襲を開始した。消耗を避けるため、江崎大佐は対空砲火などを制限した。軽巡・フェニックス艦上でロスネグロス島を遠望するマッカーサー大将と近系土海軍中将。日本軍の抵抗が微弱との報告を受けたマッカーサー大将は大規模上陸をする計画を変えて2月29日までに 第一機兵士団から抽出した800名の戦闘団、ブルーは任務部隊巡将をロスネグロス島に上陸させ、威力偵察することを命じた。もし抵抗が弱ければ、2日後に増援を送って、飛行場を占領するものとされた。威力偵察隊は高速輸送艦で輸送されることになり、支援のために、軽巡洋艦2隻と駆逐艦4隻がつき、 マッカーサー自身も前線指揮のため軽巡、フェニックスに乗艦していた。2月27日には5名の偵察員が、2月29日朝、ブルーワーニング部隊はロスネグロス島南東部のハイン湾から上陸を開始した。上陸用集艇に気づいた日本軍の沿岸砲が発砲を始めたが、艦砲射撃で制圧された。激しい雨が降り出したため、 日本軍の砲火の命中率は低かった。ハイン湾内には日本軍の陣地がほとんどなく、上陸後の日本軍の抵抗は微弱で、1200時までにブルーワー任務部隊の上陸は終わった。1600時にはマッカーサー大将とトーマスシーキン系度海軍中将も作戦続行の判断のために上陸した。帰還したマッカーサー大将らは、 このままアドミラルティ諸島を占領することにし、後続部隊の派遣を命じた。そして、マッカーサー対象らを乗せた支援艦隊主力はアドミラルティ諸島付近を去り、以後の葬式は第六軍司令官、ウォルター・クルーガー中将が取った、桃手飛行場に展開したオーストラリア空軍の P-40 戦闘機、ブルーワーニング部隊の共闘歩に対し、日本軍は、不評。 第229連隊第一大隊による野州をかけたが撃退され、大隊長以下多数が戦死した。アメリカ軍は徐々に増援部隊を得て前進し、3月6日までにもモテキ工場はアメリカ軍の占領下となった。この間、日本軍は3月3日に全力野州を試みて、アメリカ軍に死傷305名の大損害を与えたが、野州の中心となった。 ドクコン第一連隊、第二大隊は大隊長以下全滅状態となった。また、日本の第四航空軍も数度にわたって上陸部隊攻撃や補給物資の空中投下を行ったが、悪天候に妨げられたこともあり、指したる成果はなかった。桃手飛行場は連合軍の手で整備され、オーストラリア空軍の P-40 戦闘機が進出した。 3月7日から9日にかけて、ロスネグロス島の内ゼイアドラー湾側の各地にも、アメリカ軍が上陸した。日本の第8方面軍司令部は、玉砕を前提とした最後の攻撃を現地部隊に行わせようとしたが、江崎大佐は、この命令を無視して自給戦の方針を取った。江崎大佐は、もはや、ロスネグロス島での抵抗は困難であると判断して、 残存する日本軍部隊に対して反撃準備のためマヌス島に集結するよう指示した。ロスネグロス島の陸軍備蓄食料は4月中旬までの分しかなかったが、マヌス島の海軍部隊の物資を合わせれば7月上旬まで自給できると思われた。3月11日、マヌス島上陸の事前偵察としてアメリカ軍はゼイアドラー湾のハウウェイ島など数カ所に上陸した。 ハウウェイ島では海軍陸戦隊バイリン隊所属の43人が応戦し、アメリカ軍の増強偵察小隊30人は、カーターバーデン詳細下11人が戦死、行方不明、残る全員が負傷して退却した。乗ってきた車両用陸艇も撃沈され、魚雷艇が収容に当たった。同等は、翌12日から13日に、第7騎兵連隊、第2大隊及び、 戦車1両、島内からは 105mm 沿岸砲が発見された。アメリカ軍は8人が戦死、46人が負傷した。この予想外に激しい抵抗のため、アメリカ軍はマヌス島上陸を2日延期するはめになった。3月15日、第2機兵旅団を主力とするアメリカ軍は、マヌス島、ロレンガウ西方 5km 付近に上陸した。 上陸地点での抵抗はなかった。上陸部隊は、戦車数量及び、オーストラリア空軍、P-40 戦闘機の支援を受けて、18日までに飛行場などを占領した。日本側は、海軍第88警備隊及び不評、第229連隊の2個小隊が守備していたが、統地下を火炎放射器や砲撃で潰され、人員の半数を失った。残存部隊は、 ロレンゴを南方ロッサムへ交代したが、追撃を受けて25日までに、ロッサムも失感した。3月25日から29日にかけて、ロスネグロス島の残存日本兵約800人は、前述の江崎大佐の転身指示に従い、手製のイカダなどでマヌス島に渡った。しかし、マヌス島の日本軍部隊も大打撃を受けており、組織的な反撃はもはやできなかった。 期待した海軍の物資も、すでに、アメリカ軍の支配下に落ちていた。4月末には、日本軍の守備隊としての組織は解体し、勝負隊ごとに、確固撃破されていった。5月1日に残存兵力が、陸軍1050人と、海軍500人、全員装具食料なく、守備隊の行動に関し、軍の指示を仰ぐとの無線通信を最後に、当該の上級司令部との連絡も途絶えた。 5月18日、クルーガー中将はアドミラルテ諸島での作戦完了を宣言した。ただし、以後も多少の戦闘はあった。日本側は5月31日に全員玉砕とみなして処理した。占領後、マヌス島ゼイアドラ湾に設置されたアメリカ海軍の浮きドック。戦闘の結果、日本軍は壊滅状態に陥り、島内の戦略用地はすべて連合国軍の支配下と、 なった。アメリカ軍の記録によると、作戦期間中のアメリカ軍第一機兵士団の損害は、戦死326人、負傷1189人に対し、日本軍の戦死者は3280人、捕虜75人であった。アドミラルティ諸島は、連合国軍の白地及び航空基地として整備されて、以後の作戦の重要な拠点となった。 マッカーサー指揮下の第七艦隊とチェスターニミッツ指揮下の第三艦隊の双方が使用した。日本軍は潜水艦で輸送した回転による攻撃やラバウル、航空隊の残存航空機による攻撃を試みたが、大きな成果は上げていない。一例として、九百四十五年四月二十八日夜にラバウルから出撃した九十七式艦上攻撃機二機が浮きドック。 アブスドマイナス2とアブスドマイナス4を航空母艦と誤認して来撃した。なお、アメリカ軍側ではこの攻撃機が中区諸島から飛来したと推定していた。マヌス島の山中に潜伏した残存日本兵は、マッチや塩などの基礎的物資も欠乏し、サゴヤ市から採取したデンプンを主食にする生活を送った。そして、アメリカ軍の総統や病気、 栄養失調などでほとんどが戦死、戦病死した。終戦を知らないまま山中での生活を続けた者もあり、うち2名は1949年3月に現住民に発見され、収容された。ありがとうございます。